ました。何か出るかな、何か出るかな。よいしょ。マッキーのミキサーですか。でれん、来ちゃったね、ついに。あーっと、6チャンネルミキサー、あ、名称的には8チャンネルか。つうことはあれか、8チャンネルつうことは2チャンネル増えるつうことは、どういうことだ。あ、そっか、オグジャリのリターンが LR あるんで、これ含めて8ちゃんってことになるんですかね。ね、通常のインプットそのものは6ちゃんぐらいなんだけど、このオブジャリのリターン、帰りね、そう、センドリターンのリターンだけ使って、これで8チャンネル仕様に最大いけますよってことですか。電源スイッチがございませんね。ここの電源、ここに、こいつを挿したら、おもむろに電気つくんじゃないですか。そんな感じでございましょう。さて、これを買った経緯っていうんですもんね。ちょっとしたカメラ用の小規模なミキサーとでも申しましょうか。ここにまあ楽器というかエフェクター類がありますわね。こいつの入力をミキサーに入れて、こいつに入れて、でカメラに行くと。でなおかつこっからイヤホンでモニターもしながら、かつこのこいつから携帯からドラムを流してモニターしつつ、でもドラムの音はカメラには入れないみたいな、ちょっとめんどくさいことやるんですけど、ね、どうしようか、ちょっとセッティングしてみましょうかね。とりあえずね、どうなんだろうね。うわ、ちょっと複雑。こいつの電源だよ、いいと思ったね。GP100 ですね。で、これが、スペースエコー。ローランドのスペースエコー。これで電源入れちゃうか。入った。で、あとは、ボスの、あ、なんか、なんでね、あ、これが電源入ってるか。で、危ねえ。コンプレッサーですな。ちょっともう少し、揺らそうか。こうすか。で、あれか、一応、簡易的なスピーカー繋げた方がいいのか。どうしよう、どうセッティングしようかな。参ったね。おぉ。肝心のこのミキサーでございますな。肝心のミキサーの電源。うわ、なんか複雑。ちょっと、穴ぼっこがあるから。あ、おもむろにするね。全部絞ってる。電源、こういうミキサーの電源入れるときはね、音量絞りましょうね。よいしょ。で、物でもいいんですが、一応ステレオで入れましょうね。R、L、L ね。これ3、4チャンネルになりました。紙のスピーカー。インプットにしてこれを、よいしょ、ちゃんと入ってくれるんでしょうかね。さあ、で、私のメインギターですね。うわ、これはこっちだ、こっちさあ、音が出てこないんですけども、あ、一応出てますね。だいぶあれだな、入力感度低いね。
これだいぶ絞ってるからな。マスターを上げればいいのか。100に使う。変えてみっか。 L、 あ、こっちにしようか。これで U にして、パン LR にして、あ、だいぶ感度上がったんじゃないですか。いや、ゼロまで光らしてえな。こうか、ここまでか。こんなもんでしょうか。これをちょっと今こうやったけど、もう一回戻そうか。感度やっぱ違うんだな。こことこうだと、あ、ここ弦あるからな。そうだよね。そうか、やっぱこっちの方いいんだな。 あとプレアンプ入ってるから原因が稼げんのか。さあ、では最近私ちょっと新たに違うものも買って、これなんだか分かりますかね。これ出るかな。これ Bluetooth のトランスミッターでもあり、でレシーバーでもあると。でこれを何をしたいかっていうと、そう、こっからスマホのね、ギタードラムループっていうなんかアプリがあるんですけども、例えばね、これね、まあこれでもいいんですが、鳴らしてもいいんだけど、そう、ギター弾くときにイヤホンつうかモニター、イヤホンでモニターしながら弾くから、どうしてもさ、これよりは全部混ぜた方がいいじゃないですか。ということでこうなんだけど、これテープインに入れた方がいいのかな。ね、こう来るでしょ。で、レシーバーにしといて、ピンコロピンするんだよ。なんか光ってますね、光ってますね。ダメ？あ、違う。Bluetooth を今飛ばしてないから、飛ばして。あ、わかりました。はい、これ来ましたよ、今。はい、こっちから聞こえてますよ、今。でこのテープインっていうのはここで調整できないんで、ここでね、音調整するしかないんですけども、こうやってね、ね、いや俺すごいピックどうやったピック、しかもなんで音出てないの。何これ、まいった、何これ、何事、なんでこんな現象になるの。トゥーメインにしてテープインにして、ちょっと待って、これは予想外だよ。これどっちかしか選べないっていうの、俺ちょっと初めてだな、これ。ということはショックだね、これ。ちょっとやり方変わるね。そうなんだ。
わかった。わかった。いい？これの Bluetooth がこっちの Bluetooth に繋がってんの。うわー、だからだ。だからこんなクソみたいな変な、なんかおかしいなと思って。あ、そういうことね。違うんだって。こっち。ちょっと待って。あー、理解できたよ。なんかおかしいなと思ったら。これ一回切ろう。違う。あ、これとこれ繋ぐの俺初めてなんだ。だからだ。なんかおかしいなと思った。よかったよ、俺もう危なくお前。末期に電話するとこだったよ。今、あ、これね、あ、繋がりました。あ、ようやくだ。理解できた。さあ、これが本当に本来やりたかったこと。あ、これ切ってるからね。いいね。そう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 、いきましたよ。まず、さっきのドラムループを、これ今メインのスイッチを押しました。ということは、メインアウトから、これ今これでスピーカーで鳴ってますけど、本来はカメラに行くやつね。カメラに行くやつね。さあ、ただ、このドラム音はカメラに送りたくないとすれば、そう、モニターだけにしたいとすれば、これ2メインを切ってやって、ここの 2CR とかフォーンズにすると、こっちには行かないんだけど、モニターとしては、あ、こうすれば、聞こえるみたいなね。でも、そうするとこっちには切れるのか。ダメだ、やりたいことできねえ、やっぱり。こうするとこれは、本に来ねえんだ。じゃあ、メインミックスがこっちに来ないんだ。参ったね。これはちょっと参ったね。あっち行っちゃうか。ということは、ちょっと待ってよ、色々変えてみっか。こうして、ダメ？どっちみち行っちゃう？あー、やっぱちょっとやりたいことできねえなー。失敗。そっかー、そうなりますか。私のやりたいことできなかった。できると思ったのに残念ですねー。あー、そういうことが、そういうことがあって、ちょっとまだいまいち理解できねえ。やっぱワンランク上のやつ買えばよかったなー。そっか、これ SE 的なあれで使うってか。そういうことだよね。ライブのさ、ライブ始まる前の SE 流すでしょ。その時にはテープの音は流れるんだけど、他の音は一切流れねえみたいなさ、そういう感じで使うから、こうやって切り替えるんだろうね。そっか、まぜっことでいいねえのか。つうことはやっぱ最初のあれか、やり方でやるか。わかりました、わかりましたよ。